演歌界の女王が描く第二の人生のキャンバスには何が映っていたのでしょうか。八代亜紀さん、彼女はただの歌手ではありません。1971年にデビューしてからの長いキャリア、数々のヒット曲、そして人々を魅了し続けるその美貌と明るいキャラクター。今回の動画ではそんな八代さんの知られざる私生活、特に熟年離婚の背後にある真実、そして彼女の深い絵画への愛と社会への貢献に迫ります。次に続く彼女の物語は予想外の展開にあなたを驚かせること間違いなしです。さあ、八代亜紀さんの色鮮やかな人生の旅に私たちと一緒に出かけましょう。まずは八代亜紀さんのキャリアと人物像についてです。八代亜紀さんは演歌界の大御所として広く知られ、1971年のデビュー以来、数々のヒット曲を世に送り出してきました。雨の慕情、涙恋、船歌などの楽曲は今なお多くの人々に愛され続けています。彼女の歌声には人々の心を打つ力があり、その表現力の豊かさは聴く者に深い感動を与えます。八代さんはその歌唱力だけでなく、その美貌と気さくで明るいキャラクターでも親しまれています。彼女は1950年生まれで、2022年で72歳を迎えましたが、その若々しい外見とスタイルは多くの人々を驚かせてきました。また身長162cmの彼女は過去に公開したダイエット企画での成果も話題に。2008年の体重 56kg からダイエット成功後は 50.8kg まで減量しましたが、彼女の体型や年齢を考えると決して太っているわけではなく、むしろそのふくよかさが彼女の魅力を一層引き立てています。さらに八代さんは絵画にも造形が深く、特に水彩画と油絵に情熱を注いでいます。40歳を過ぎてからは油絵を本格的に学び始め、その才能を生かして数多くの作品を生み出し、展示会も開催しています。彼女のこのような多才ぶりは多方面での活躍を可能にし、ファンだけでなく様々な分野の人々からも尊敬を集めています。八代亜紀さんのキャリアと人物像を通じて彼女が持つ独特の魅力が際立ちます。歌手としての実績は言うまでもなく、その外見の美しさ、人柄の良さ、そしてアートへの情熱は彼女を演歌界の女王にふさわしい存在として多くの人々に愛され続ける理由を物語っています。次は八代亜紀さんの私生活と結婚についてです。八代亜紀さんの人生において特に注目を集めるのが彼女の結婚とその後の熟年離婚です。1994年、八代さんは自らのマネージャーだった男性と結婚しました。この男性は結婚前13年間にわたって八代さんのキャリアを支えるマネージャーとして働き、結婚後は八代さんが設立した個人事務所の社長として彼女の芸能活動をさらに支え続けました。結婚生活は長らく続きましたが、2021年1月に八代さんは離婚していたことを同年6月に発表しました。結婚から離婚までおよそ27年間の長い時間を共に過ごした2人の関係は多くのファンにとっても意外な結末でした。離婚理由として公表されたのは余生の過ごし方についての協議を重ね、双方納得の上での決断とされています。しかしその後のメディア報道では別の可能性も示唆されており、さまざまな憶測を呼びました。八代さんの元夫は離婚後も彼女のサポートを続けると表明しており、表面上は円満な別れ方であるかのように見えましたが、背後には彼女の私生活における複雑なドラマが存在していることがうかがえます。八代亜紀さんは自らが直面した難しい局面にもかかわらず、公の場では常に品格と強さを保ち続けています。彼女の私生活、特に結婚と離婚にまつわる話題は多くの人々にとって興味深いものであり、その人生の節々には彼女の内面の豊かさと人間味が現れています。八代さんのこのような姿勢は彼女が長年にわたってファンから愛され続ける理由の一つとも言えるでしょう。次は八代亜紀さんの健康と闘病生活についてです。八代さんが抱える健康上の課題として特に注目されるのがメニエール病との戦いです。1991年にこの病気で緊急入院した経験があり、その原因としては父親の死後も続く激しい仕事のスケジュールによるストレスが挙げられています。悲しみを抱えながらもそれを表に出さず仕事に打ち込む姿勢が逆に健康を害する結果となりました。メニエール病は内耳の障害によりめまいや耳鳴り、聴力低下などの症状が現れる疾患で、突然の発作が日常生活に大きな影響を与えます。八代さんは症状が軽快した後も再びめまいに襲われることがあり、
日常生活での対策として頭を動かさないように心がけたり、めまいの薬を常に携帯するなど、病気と上手に付き合う方法を模索し続けています。このような闘病生活を送る中でも、八代さんは決して芸能活動を諦めることなく、病気に立ち向かいながらも精力的に活動を続けています。その強い意志とポジティブな姿勢は、多くの人々に勇気と希望を与えており、彼女が長年にわたって愛され続ける理由の一つとなっています。八代亜紀さんの健康と闘病に関する話は、彼女の強さと人間らしさを象徴するものであり、ファンはもちろん、多くの人々に感銘を与えています。次は八代亜紀さんの社会貢献と趣味についてです。八代亜紀さんは、その華々しいキャリアの一方で、絵画への深い愛情と社会への貢献活動にも力を入れています。絵画、特に油絵において、彼女は類まれなる才能を発揮し、多数の作品を生み出しています。彼女が開いた展示会は、その作品が即座に完売するほどの人気を誇り、画家としての地位も確立しています。八代さんの絵画に対する情熱は、単なる趣味を超えた、もう一つの人生と言えるでしょう。また、八代さんは社会貢献活動にも積極的に参加しており、特に故郷である熊本県への支援には特別な思いを寄せています。彼女は、地元の高等学校に自ら作詞作曲した校歌を寄贈するなど、若い世代への教育支援にも熱心です。このようにして、八代亜紀さんは自らの才能とリソースを活用し、社会への貢献を続けています。八代亜紀さんの社会貢献と趣味に関する取り組みは、彼女が単なる演歌歌手に止まらない、多面的な人物であることを示しています。彼女の生き方は、多くの人々にとって、才能を社会のためにどのように活用するかの素晴らしい例となっており、彼女の人格と芸術への深い愛情を反映しています。八代亜紀さんは、自己表現の場を歌だけに限定せず、絵画や社会貢献を通じても人々に感動を与え続けています。いかがでしたか？演歌界の女王、八代亜紀さんの魅力を改めて知ることができたのではないでしょうか。彼女の絵画への情熱、社会貢献への姿勢、そして人生の転機ともいえる熟年離婚の背後にある真実、これらすべてが八代亜紀さんという一人の人間の奥深さを物語っています。あなたがこの動画から感じ取ったこと、特に印象に残ったポイントや八代さんに関するご自身の思い出があれば、ぜひコメントで共有してください。またこのような内容の動画をこれからも見たいと思ったら、高評価ボタンを押し、チャンネル登録をお願いします。次回の動画でも、皆さんにとって興味深く、価値のある情報をお届けできるよう努めます。では、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。